ドゥルドゥン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 、そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ。はい、どうも皆さんこんにちは。今時の世代の子にこのネタが通じるかどうかすらわからない MKR です。で、ちょっと今裏でスマブラをやってて、一つなんか衝撃の事実だったんですけど、もしかしたらミーファイターのガンナってめちゃくちゃ強いんじゃないかって思って、まあ、動画を撮り始めてる次第なんですけど、まあ、ミーファイターっていうのは、まあ、剣士、ガンナ、武闘家とあって、まあ、その中からね、12種類ある技の中で自分の好きな技を選べるんですけど、まあ、一応僕は、まあ、ビーンニュートラルとかチャージショット、サムスとかと一緒のチャージショット、まあ、これ空中機動力もね増したんで、まあ、決め手が少ないガンナーにしてはね、これがまあ主なメインなバースト技になるんですけど、横ビーンのね、このフレームピラーっていう技は強すぎる。なんかネスト、リヒターのいいとこ取りみたいな、その相手にヒットしなくても火柱ができるのと、まあリヒターとかみたいに数に制限がないから、もうこういうの連打できるっていう、まあ、なんかこれがねとにかくまあ性能が狂って、だからこれ当てた後に、まあ、ショージャンでなんかガンナー打ったらもう終わりみたいな、このムーブがまず激強なんですよね。はい、で下見がねグランドボム、一応リフレクター使ってる人もいるんですけど、まあね個人的にこっちのボムのがまあ使いやすいっていうか、その場回避とかにも刺さる上に崖際とかにこれ固めておくんですよね。結構起爆までに時間かかって、まあ、もう一個出したら勝手に起爆するんですけど、まあ、これ、ね、崖際に置いとくだけです。もう崖際にだから二つこういう風に固めとくだけで相手上がれないみたいな。まあ、この空中技もね、とにかく優秀で、まあ、このアイクの空エネのやつと、この、村人の、なんか後ろにね、これベクトル下がるんですよね。だからこういう風に村人のパチンコみたいな感じでできるのと、あと全体的にやっぱり爆発技、上スマ、下スマ、空合、全部ね、武器判定なんで、まあ、判定も強いと。あと空上が謎にすげえ長いんだよね、射程が。で、プラス横スマもね、このめっちゃ射程長い。これ一応バースト力もあるもんで。はい。で、まぁ、唯一の弱点は、まぁ、その、上 B がね、どの技も、まあ、ミニファイター全体にいることなんですけど、とにかく復帰力がない。まあ、復帰力がないんで、まぁ、一応これメテオ判定あるんですけど、まぁ、その中でもまぁ、マシなね、技を持ってきました。はい。今日はね、そんな最強ミニファイターで、あ、ちなみにこれは僕の好みのアゲハちゃんです。はい。かわいいでしょ。テフラムさん、大変お願いします。テラフラムさんか。前作までオンラインでミーファイターって使えなかったんですけど、まあ、今作から使えるようになったけど、まあ、MKR のね、キャラ解説シリーズでは、まあ、そんなね、需要ないかつ、もうめんどくさいので、まあ、省こうと思ってたんですよ、ミーファイターは。まあ、だけど、まあ、言うてね、このガンナータイプのやつだけ強かったんで、まあね、今回動画にしました。はい。で、まあ、でも言うて、剣士タイプと、なんですか、武闘家タイプは絶対解説しないんで、そこの辺はね、よろしくお願いします。もうこれでミーファイターは終わりということで。まあ、でも噂によると武闘家タイプもなかなか強いんじゃないかと。ちょ、やべ、クッパ待って。クッパはね、アーマーがあるんで、一応この、チョコザイナ遠距離攻撃では戦えないので、まあ、ちょっと弾幕張ってね。まあ、言うてそんなチョコザイナじゃないんで、フレームピラーがね、怖いんだよな、これ。相手、クッパの横スマとか、アーマーつくから、あれ、崖際にピラーが固めていくよ、これが強い。あ、そして、つかんだところ、ボムとのコンビネーション空前も強い。下強も強い。ダッシュ強も強いんだよ、これ DA も強いんだよな。アクション外した。あ、実質メテオ、実質メテオいただきました。なんかミーファイターっていうかさ、なんかミーってさ、まあ、Wii からこういう風に作れるようになったわけなんですけど、皆さんミー作る際って本当に自分に似てるミー作るか、それとも悪ふざけてなんか小学生か中学生が作ったかのような変な顔のミーにするか、どっちっすかね。友達する時俺割とそのミーって自由度高いから、本当に似てるキャラ作ってなんかシュールな笑いを取りに行くのが好きなんですけど、だからなんか昔はね、本当にふざけた子供みたいなキャラ作るのが好きだったんですけど、なんかその顔面になんかうんこのマーク書いたり、それはちょっと子供すぎるけど、だけどなんか今となってはね、なんか割とやっぱ本当にその実物に似てる顔を作るのが好きになってしまいました。はい、まあ皆さんもね、年を取ればわかるさ。あたかも自分が年長者かのような振る舞い。まあでも実際そうだし、実際 YouTube で言ったら俺年長の方だし、視聴者若いし。視聴者若いし、昨日生放送でなんか中学生にボコボコにされたし、最近の中学生やばすぎ。グランドムーンも置いて、フレーム、あ、ちょっと待って、これフレーム、フレームピラーからね、確定で殺せる。あ、じゃあ、よし、食った。準備は整って、しっかりとね、しっかりと、こっちにがいいね。復帰はマジ弱いから、復帰だけが弱いからね、これ当たる。で、ジャンプして撃つ。オッケー。こういうことは、まあ、復帰がとにかく弱いから、もう、崖際行ったらもう諦めて、もうすぐさまね、回避上がりでいい。どうしよう、このパーセントは粘りたい。あぶれ、上投げファルコみたいなんだよな。後ろ投げと上投げがなんかファルコみたいに、ここに一回銃で置くんだよな。あー、やべ、貴重なやつ使ってしまった。これは場所しない。どうしよう、あぶれ、オッケー、すぐ戻る。一応ね、あぶれ、メテオあるんで、メテオ2種類あるんで、まあ、そこもね、
使ってきたら、この空前がね、ほんと強いんだよな。何回言うんだよ。なんか変でね、感性の法則みたいなの働いて、なんか後ろにこういう風になんか下がりながら打ってめちゃくちゃ強い。そして下強も強い、そして上強も強い、そしてジャンプ上強も強い、しかもニュートラル A も強い。最強じゃん。さあ決めるぜ。気づいたら俺の方がパーセント上回ってるもんな。さあピラー、グランドボムで様子見してみるな。オッケー、こちらげだな。こんなこともできるんすわ。えい、何で決めよう。いや、黄金コンボから決めよう。でジャンプで打つよ。終わりやー。かっこいい。しかも見てて、しかも見てて、アップで見たらさらに可愛いから、俺の子供アゲハちゃん。あー可愛い、可愛すぎる。やっぱ泣き袋がいいわ。ピットくん、大変よろしくお願いします。名前に顔文字を使ってるってことは女子かな。まあ男で名前に顔文字を使ってるような、まあ女子力高いアピする、まあね、方々がいると思いますが、まあ言うてね、僕も学生時代は、ちょっとまた年長者トークして申し訳ないんですけど、まあ、学生時代はやっぱ女子力が大事だと思って、まあやたらね、なんか蛍光色な文房具を使ったり、まあそんな、なんかのアイコンとかね、ミクシーとかグリーとかのアイコンをなんかディズニーにしたりして、まあいろいろの、まあちょっと媚び言っていたわけなんですけど、まあそれをね、果たしてなんか効果があったかのと言われたら、まあ別に大して効果なかったんですけど、まあよくなんか昨日じゃないか、なんかクッパの動画で、まあ自分のね、そのバイト時代のトークをしたら、まあそういう学生時代の、学生時代というか MKR さんの昔話もっと聞きたいと、まあそんなことを聞かれましたら、まあそれは、あくそ今壁キック、メテオいけると思ったのにな。ウェビーメテオね、いかついからね、なかなか決めづらいんですけど、まあそんなことで、ね、僕もね、やっぱりその皆さんもね、まあ将来に対しての明るい希望の種として、皆様のことを空を強、ほんと全ての技の性能いいなこいつ。一応ピット反射技あるから、そんな不用意にあれ打てねえな。メテオ、あ決まった。あでもさすがにね、もう一回、もう一回、あ無理、ちょっと早いそいつ、あいたい、逆に俺がメテオされる。まあなんで一応ね、何部をね、逆、まあ、部活とかはね、逆に僕何部やってたと思いますかって、まあな、生放送でも何でもないんで、何でも返答は返ってこないんですけど、まあ一応ね、テニス部の方をね、まあ高校、中学高校とやらせていただきまして、まあ あまりにもね、まあこの声と実況スタイルを見てもらえば分かる通り、まあ爽やか青年という感じで、あいつが次打ってきたら俺もつ、これね、反射でやってんだよな。あ痛い、あこれ届かねえ。はい、嘘でーす、許さねえ。大体ジャンプ上がりなんだよな最近の、このね、オンライン、おおい、負けない負けない、これ先に妥協した方が負ける。あ負けたわ、届かん。まあ、この爽やかなスタイルを見てもらえば分かる通り、テニス部だっただけなんですよ。でまあテニス部に至る経緯も、まあ、本当はねテニスなんて一切やったことなかったんですけど、昔なんか代々ね MKRK はバスケの家系で、まあ、家にバスケットゴールがあるぐらいにはねバスケの家系なんですけど、まあ、それでバスケをね、まあ、小学校の頃やっていたわけなんですけど、なんか小学校の頃バスケ部が廃部になって、でまあ廃部になったから、まあとりあえず違うスポーツやるかと思って、まあバスケとサッカーと野球しかなかったので、まあ友達が多いサッカーに入ったわけなんですよね。まあでもそれだけじゃ物足りず、土日に遊ぶ友達がいなさすぎて、土日に野球クラブに入ったんですよね。その大体自分の友達がみんな野球やっていたせいで、遊ぶ友達が全然いなくて、っていうよりも同級生に遊ぶ人がいなかったんですよね。皆さん通学団っていう存在知ってますか？通学団かどうか、今なんていうか、まあ、地元によって違うかもしれませんけど、その自分の家の周りに同級生が一人もいなくて、だからその小学校の頃は先輩後輩と常に遊んでいたんですよね。中でもやっぱ先輩と遊ぶのが好きで、ほとんど先輩と遊んでいて、で先輩が卒業してった後に急に遊ぶ人がいなくなって、ちょっと家の地形的にちょっと特殊なところに住んでいて、やっぱ昔ってそんななんか車とかもなければ電車とかでね、わざわざ友達と遊びに行かないじゃないですか。なんで本当に周りに遊ぶ人がいなくて、でまあ野球やったわけなんですけど、でその野球ではどれぐらいの成績を収めたかと言いますと、まあ本当に最後の最後、6年生になった後に入ったんで、まあギリスタメンに入るかぐらいの、スタメンに入るか入らないかぐらいの、まあ準レギュラーぐらいの感じだったんですよ。でもなんか最後の最後の試合で、まあもう6年生は卒業だから、6年生は卒業だから、もうなんていうの、最後は花持たせてあげようって言って、まあ自分よりも上手い下級生がいても、最後の試合はもう6年生が全員出ることになってて、でそれで俺最後の最後の超いいシーンで代打で、ツーアウトで、もうなんか多分どんな試合内容だったか覚えてないけど、とりあえずラストバッターだったんですよね。
でまあここついに俺の出番回ってきた、ここが俺の行き場所かと思って、まあ大いにね、まあまあ野球界で僕チームの中で何の要、何の役目を叶えていたかというと、まあもちろんランニングコーチ、まあそのランナーコーチか、まあね、今だ今だ盗塁しろ、ゴー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 っていう役が一番上手かったのと、あとね、最もファーボールをされる男、最もファーボールをされてしまった男ということで、まあ有名だったんですけど、まあなんでまあね、もちろん僕はねファーボールを狙って、とにかくねカットしてカットしてファールにやって、まあ頑張って粘ったわけなんですけど、まあ結局ね三振しました。もうまあ本当に見事なほどのね三振、そのサインがあるんですけど、そのなんかバントしろとか、ここはセーフティーにみたいな、まあサインがあるんですけど、ちょっと話したいから殺したくない。あ、いや、殺して次の話題に、いや、まだ話したい。ここ、痛くないわ、こんなの。サインを監督から受けもらったら、その自分は、あ、これ、メテオを決めていく！サインをね、答えなきゃいけないんですよ、監督に対して。で、自分の胸を叩くのが、実は、ここは俺に任せろっていうサインなんですよ。まあ、つまり監督の命令無視。で、俺もう最後ちょっと気持ちが盛り上がりすぎちゃって、監督の命令無視したんですよね。ここは俺に任せろ、使っちゃったんですよね、胸に手を当て、そして見事な三振。もういいや、死ねー、これ危ない、死ななかったら俺が死ぬ、危ねー復帰力ねえから、空中後ろに下がるから死んじゃうから、みんな気をつけてね。そしてかわいいアゲハちゃん、かわいいおにぎりさん、対戦をお願いします。カービィか、カービィやっぱ今作最弱候補って言われたけど、まあ、空中性能いいだけでなんかどうにかなりそうだけど、そうでもない。出た、いやいカービィ、なんかカービィ使ってるやつさ、どいつもこいつもさ、ファイナルカッター連呼する癖あるんだけど、これなんでなの。ファイナルカッター今作強打なんかな、どいつもこいつもこれやってくんだよな。さ、地上で使うかファイナルカッター、マジでなんかイライラするぐらい、いやえいしかしてこないやついるんだよな。そういう戦法最強みたいな動画流行ってる、もしかして。あ、よしつけんな、よしつけんな。あ、マジか、それ上がってくんのか。アイクの天空といい、あのクラウドの、まあ、クラウドのウェビーは今回強いらしいけどな、好きなくて。おお、そこでよくハンマー振ったな、まあ、カービィ軽いしな。あ、これ回避にも採用してるんすわ。射程長い上にさ、多段ヒットのスマッシュ技って考えただけで普通に強いんだよな。まあ隙大きいけど、まあそこは外さなければ問題ないだろ。メテオを決めていく、不用意な追撃にはこのようにメテオが刺さります。さあフレームピラー、あ、でも飛ぶ系の相手はガンナータイプからしたらきついんだよな。地固めしていけないから、お前またメテオしちゃうぜ。お前1メテオ、1メテオ、2メテオ、3ナスビ。3ナスビのナスビってなんだ。ナスか。お前らもいつかナスが美味しいと思える日が来るさ。俺ナス昔ほんとゲロ吐くほど嫌いだったのに、今めちゃくちゃ大好物なんだよな。ガーリックのなんかひたひたに使ったナスみたいなのが本当に美味しいのに、洋食店とかスパゲッティ屋とかさ、ピザ屋なんかイタリアン店とかであるナスがね本当に美味しいんで、人の味覚って変わるもんなんだなって。でも言うてブロッコリーとかまだ、あ、それ死ぬぜ。もう一回、あ、ブロッコリーだけはね、本当に最後まで食えなかったな。ブロッコリーは最後まで食えなかった。唯一嫌いな野菜がブロッコリーで、で、もう一つ嫌いなのがピーマンで、であと人参もね、存在価値がわからん。まあ、玉ねぎも、なんかキャベツの芯も嫌いなんだよな。あとトマトも食えないわ。そう考えると俺もまだまだ子供だな。まあ、でも言うてなんかゴーヤとかそういうのは食えるんだけどな。もうバカにすんなお前、それ次打った瞬間お前大人は甘くみりんなショットするからな。お前次やってみろ、お前次ファイナルカッターした瞬間がお前のファイナルカッターになるから。おい、いやいした瞬間大人は甘くみりんなよ。やべえ、超久々の乱闘来た忘れてたこの機能。そうだ、当たるんだ。優先ルール優先されねえんだった。しかもなんかステージよく気持ち悪くね。やべえ、マジ久しぶりに乱闘やる。ちょ、どうしようどうしよう。うわ、相変わらず変わんねえ、乱闘の環境。どいつもこいつも恥で汚ねえことしてやがる。だから嫌いなんだよ、これ。なんで俺が全員 0%? やりゃやりゃ。しかも相手もあるじゃねえか。どうしよう。忘れたわ、乱闘のプレイの仕方。まあ、とにかく弱ってるやつから潰す。俺はそれでいい。あ、でも相手もありだな。俺に部がある。いや、どうしよう。あれ、ずるいな。これなんだ？あれか。やべ、俺のステージが優先されてる、これ。あれ、ってことは俺4人に選んだか？これ多分ね、ギミックなしになってんだよね、今。動かないってことはギミックなしだけで地形で、まあ、だからちょっとなんかな、穏やかな戦場みたいな。これ俺も当たっちゃうから危ない。ブローおいほんとマリオだけだ。あ、ってなったらちょ見るか、ちょっと今の乱闘の環境はどうなってるか。あ、弱っリドリー弱っ。あ、いい感じに分かれたじゃん。あ、メタナイトどっか行けよ。あ、やる、俺とやるっていうのか。ちょっと助けてくれメタナイト。あ、よかった、助かった。あ、俺とやるんだ、しゃあねえな。モンスターボールは取らせねえで。おい、なんでこっち来たんだよ。ペロのとこ行け。俺が行くわ、ペロのとこじゃん。
あとペロ全然、わかった、ペロが全然弱ってないからこっち来たんだ。引かねえ、男女平等衝動。ちょっとモンスターボール多くないですか。俺の優先ルールじゃないかこれもしかして。これあ、ロッキー俺のモンスターボールだった。食べちゃえ食べちゃえ、全員食べろ。ミミキいいぞ、これ一人しか食べれない。うぅペロちゃん、ピロ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 、よしよしよし。そしてドクターマリオにはうんちをつける。あ、いやあげるよこれ、つけ、いや無理か、俺が死んだら俺も狙われちゃうよ。マジでモンスターボール多くないか。ハンサムはやばい。これどうするんだろう、みんな。ちょっと海外っぽいな、しかも名前。今はリードは冷静に状況を見てやめて。わかった、ドクターマリオ殺そう。それでいいわ。あ、やっぱりこいつは気が少ない者同士でやり合ってる。変わってねえなこの世界。懐かしくも悲しいぜ。こうやってさ、ワンチャンスクリューアタック2段から上 B で殺せるんじゃね。リドリーとかコンボ対戦なさそうだし。あ、やれそうやれそう。もう一回もう一回、行くぞ行くぞ。あれ、なんか入れ替わってる。やばい、花ざまざま、逆に助けてくれた。これでみんなどっこいか。やべえな、ちょっと俺が負けてきてる、許さないよ。実況で俺 まだ2位ならいいわ。実況で3、4位になったら何を見せられてんだっていう。まあでもちょっと昨日の生放送で全く知らないやつ同士にやらせたら意外と面白かったから。いや、一攫千金アタック、ゼロスーツサムスじゃなくて普通のサム。あ、やべえ、なんか細い。あ、いや、でも行ったと思った。あ、なんかもういた、死んだ、ラッキー。そしてドクターマリオも虫の息ってことではない、ね、早く降りてこいよ、早く降りてこいよ。ここのステージの落とし穴の種はやばい。あ、よかった。さ、これ地上で食らったらそのまま下落ちてきて、こうやってさ、下貫通できる。あ、できないわ、足場細いから貫通できると思ったら。あ、とりあえずリドリーショスか。さよならリドリー。あぶら、カプセルで俺が死ぬかった。あー、いや、リドリー守るか、しょうがね。ここに来て平等精神働いたわ。リドリー守るわ。ドクターマリオやる、リードしてるやつをやる。まずはね、お前からだ。あ、くそ、あ、リドリーリドリー、また目立たないと俺が守る。あ、ちょっと待って、ドクターマリオを殺してこいつらがどうするかみたいな。一旦ドクターマリオやるわ。オッケーオッケー。さあさあさあ、こうなった場合どうする。お前らどうする。なあ、やり合うか。俺なの。やべえ、こいつは清く正しいタイプか。え、清く正しい。あ、いや、始まった。第1回ドベ争い。じゃあ3位争い、必死だ。やっぱり3位になったらレート下がるからな。あ、いや、でもこいつ清く正しい、こいつ清く正しいわ。その心に免じて俺も戦ってやるか。その結果はこれだよ。いった、俺どこ行った。あ、いた。まあ乱闘の世界も、あ、ちょっと久しぶりに土星さんブレイクしたな。あ、いや、スマッシュボールザオブザブレイクしよう。ピンポンが破壊してくれ、あ、してくれなかった。うん、怖いか、俺が怖いか、俺も怖いよ、自分の存在が怖いよ。あ、マジかよ、ダセえ。じゃあ俺がモーラを、あ、撃て、空高く逃げてた。撃て。なんか鬱陶しいな。ちょ、土星さんでブレイクしてえな。ガードを固めるかい。じらしプレイね、これ。うわー、トゲデマルはいらねえな。相手もいつ撃ってくるかドキドキだろうな。あ、やべ、撃つ、よし、かっこいい、かっこいいフィニッシュ。これクリストファー・ロビンさん、対戦よろしくお願いします。僕はよくその辺にいる蜂蜜大好きなクマフーだ。お相手さんはクリストファー・ロビンさん。なかなか面白いステージだね。蜂蜜、フィグレット、ティガー、クリストファー・ロビン、みんなもうすぐ仲良くなれるからね。すぐに僕もみんなのとこに行くよ。すごい戦いづらいな。あ、やめて、クリストファー・ロビン痛いよ。ティガーはトラってはっきりとわかるけど、未だにピグレットが何の動物なのかわからない。クリストファー・ロビン
逃がさないよ。やさかりのマガタマ。痛い。何かの内臓かと思ってた。フィグレット。お前は一体何なんだ。タイガーは、ティガー。クリストファー・ロビンは、テレテル坊主の擬人か。フィグレット。お前だけが何かわからない。ブッダなの。ヘモグロービンかなんかかと思う。赤血球かい？あ、クリストファー・ロビンちょっと待つんだ。クリストファー・ロビン。みんなとのところに行こう。僕と一緒だよ。うわあ！クリストファー・ロビン。これをあげるよ、君に。使えると思うかい？僕はそれを許さないよ。ギミックなしにしてるのに。下のギミックはあるんだね。アイテム戦闘行こうじゃないか。勝ったら、僕が勝ったら、蜂蜜。君が負けたら、蜂蜜。ミサイルなんてやめろよ。君のために、8000万本のテルテル坊主を作ったんだ。よかったら食べるかい？クリストファー・ロビン、これは偽物だ。危ない。君が傷つくところは見たくないんだ。クリストファー・ロビン、後ろに偽物がいたぞ。やめるんだ、暴力は。クリストファー・ロビン、こっちに来るんだ。そこにいたら当たるよ。なんで君はそんなに食らわなかった？目障りな応援だ。これも全部フィグレットのせいだ。死んだよ。何事もなく。スマッシュブラザーズプーさんコラボディズニー絶賛好評発売中。キングダムハーツ発売まであと2日ー。